します。田辺雅代さん、はい、私はただいま可決されました農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、国民の声、立憲民主、社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党、新緑風会の会派並びに各派に属しない議員、須藤元気さんの共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、農林漁業及び食品産業を取り巻く諸情勢の変化に対処し、その持続的な発展に向けては家族農業経営発展の支援及び農業経営の法人化を引き続き推進するとともに、農林漁業の生産現場から輸出、製造、加工、流通、小売、外食等に至るフードバリューチェーン全体への資金供給の促進を図ることが重要な課題となっている。よって政府は本法の施行にあたり、次の事項の実現に万全を期すべきである。1、改正後の農林漁業法人等投資育成事業の投資対象が、現行よりも大幅に追加、拡大される前提として、我が国の農林漁業は家族経営及び地域に根ざした法人等による経営が中心であり、これらの農林漁業者の経営の安定と所得の向上がその持続的な発展に必要不可欠であることを十分認識し、政府主導で設立した株式会社農林漁業成長産業化支援機構の反省も踏まえた上で、本法に基づく民間の資金供給を促進する制度を適切に運用すること、2、農林漁業法人等に対する投資育成事業の実施にあたっては、出資、融資等の資金調達にかかる利用者の自主的な判断を尊重した上で、農林漁業法人等が本制度による出資を活用する際に、農林水産物、食品の輸出拡大、実行、戦略の実施、6次産業化の推進等、農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与するための幅広い施策と連携が可能となるよう、丁寧な制度の説明及び周知を図ること。3、外国法人への投資割合規制を緩和する改正後の法第12条の運用等、外国法人に対する投資育成事業の実施にあたっては、国内における投資以上に投資リスクが懸念されることを踏まえて、投資主体に対する適切な指導・監督を行う体制を確保する観点から、事業計画の承認にかかる基準等を定めるとともに、当該投資リスクの低減に万全を期すこと、右決議する。以上でございます。何卒委員各位のご賛同をお願いいたします。ただいま田辺さんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって田辺さん提出の付帯決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、野上農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。野上農林水産大臣。ただいまは法案を可決いただきありがとうございました。付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。